キャプさん、はい、2026年、はい、次の WBC ですよ、はい、いや、これはすごいよ。2026年の WBC はすごい。だって2026年ですよ、はい、アメリカ合衆国、はい、建国、はい、250年、もうすでに建国記念し、フィラデルフィアでオールスターゲームの開催が決まってるでしょ。ほー、これはすごいよ。じゃあ今回以上にアメリカが本気になってくる可能性は、うん、そうですよ。はあ。そしてやっぱり一番注目したいのは、はい、イチロー、お、2025年日本人初のアメリカ野球殿堂入り。ほう。やっぱりね、他の国がすごいのはね、そういったね、それぞれの国の偉大なスターをね、スタッフに入れてることなんですよ。お、例えばアメリカ合衆国、はい、ケン・グリフィー・ジュニア、はい、アンディ・ペティット、はい、オランダ、バート・グライネブン、うん、イタリア、マイク・ピアッザ、はい、などなど。確かに。だからそういった意味ではね、2006年の第1回大会の日本代表はね、最高だったんです。世界総監督でしたから、はい、やっぱそういう人をね、まあ、ぜひとも。じゃあこれもうちょっと早いですけど、2026年の WBC はアメリカは今回は絶対チャンピオンを取りに行こうという意気込みがさらに強くなるんですよね。そうでしょう。